エレバス山は南極に一地球上で最も南にある活火山である。標高3794メートルでロス島西部に喫立している。ユスグス、ロス島よりロス島の地形上の地図1841年極地探検家ジェームズ・クラーク・ロスが南極体験公開中に発見した火山である。ロスは乗船していた。 海軍艦船 HMS エレバスの名前をその火山につけ、探検隊のもう一隻の艦船 HMS テラーの名を同じく、ロス島にある火山テラーさんにつけた。エレバスは、ギリシャ神話の原初神カオスの息子エレボスに由来する。1908年、最初に登頂を果たしたのは、アーネスト・シャクルトン教の探検隊メンバー、TWE ・デイビッド率いる登山隊であった。 山頂までは5日半かかり、途中暴風雪に見舞われ24時間以上も身動きが取れなかった。飲み水もなく外気は34度になり、隊員には虚脱状態になったり凍傷になって指を失った者も,もいた。活動が1972年から観測されている南極で最も活動的な火山であり、アメリカニューメキシコ鉱山技術研究所のフィリップ・カイル。 教授が1972年以降の書きごとに火山学者を引き連れて調査を続けており火山としては比較的解明が進んでいる方である2005年には小規模な火山灰噴出があり溶岩古勤棒の稼働から溶岩の流出も観測された活動を終えた旧火口の一つエレバス山は130万年前に誕生した山頂の火口には 世界的にも稀な工場的な溶岩庫が形成されている。多重式清掃火山に分類され、下部は縦状を呈しており、その上に清掃状の山体が乗っている。エレバス山の現在の噴火活動は、あのソクレース、半岩室、テフライト室、ホノライトとホノライトで構成され、山頂の溶岩庫はほとんどがこれからなっている。エレバス山の最古の噴出物は、 比較的未分化で非年生の玄武岩質、ベーサナイト溶岩で、基部の縦状構造を形成している。わずかに年代の下るベーサナイトと、ホノテフライトからなる溶岩が、ファングオネに分布している。これは、初期エレバス山の侵食された残存物であり、山腹の地質構造において得意な存在となっている。年性の高いホノテフライトやテフリフォノライト、 ソメ岩ガンからなる溶岩がペーサナイトの上に噴出した。エレバス山の上部では、テフライト室、ホノライト溶岩流が急峻な斜面と大規模な自然堤防を形成している。標高3200メートル付近で顕著に現れる山頂台地は、過去10万年以内に形成されたカルデラである。この山頂カルデラは、少量のテフライト室、ホノライトと、ホノライト溶岩で埋められており、 その中央に主として崩壊した火山弾とあの即レース結晶からなる小さく急峻な円水球がある。この山頂をなす円水球の内部に前述の溶岩湖が存在する。この火山は最も内側の噴火口にある複数の火働から頻繁にストロンボリ式噴火を生じており溶岩湖から爆発的に放出されるガス泡は直径10メートルにも達する。 現在活動中の加工のすぐ横には活動を終えた旧加工が複数存在する。ABCDEFGHIJKLMN オーナショナルジオグラフィック2012年7月号デジタル大事線の解説。コトバンク2018年6月10日閲覧。ありがとうございます。